はい、ということで実況のパート20を始めていきたいと思います。でね、ちょっとね、お詫びがありまして、前回パート19から、パート20なんですけど、ちょっとね、1日分ね、録画ミスってしまいまして、本当は26日の分のやったんですけど、そのね、録画ちょっと保存ミスってしまいまして、でそのままセーブまでしちゃって、1日だけ飛んでます今回で。26日に、どういうね、展開というかストーリーがあったかって言いますと、なんかね原崎ちゃんが、ちょっとね、クリスマスに、この主人公のリオくんと、ラストクリスマスを過ごしたいっていうことを告白されまして、それを、主人公がステイビズミーするっていう流れでしたね。わけわかんない。で、ストーリーとしましては、船員に襲われまして、で、それを返り討ちしたんですけど、その船員がリオックに対して、このまま嗅ぎ回っていたら、そのリオ君だけじゃなくて、そのリオ君の、友達であったり、家族に対しても危害を加えるぞっていう風に脅迫してきたんですね。だから今後、ある意味人質といいますか、リオ君の身の回りにいる人に対しても多分ね、災いが降り注ぐといいますか。めっちゃ不吉なこと言うけどっていう感じでしたね。あと何かあったかな。 あとね、このバイトがね、給料がね、最大まで行きまして、600円ですね、歩合で一つ運ぶことに。でそれがどうやら上限っぽいですね、限度額最大の。だから600円以上はとりあえずはね、これ以上上がらないっぽいんで、こっから先なんで、ノルマはももはや関係ないと言いますか、な感じですね。おそらくこのバイトも多分ね、もう終わりに差し掛かってますね、多分だけど。あと何かあったかな。とりあえずそんなとこかな。前回の原崎ちゃんとリオくんとのラブロマンスはすげえ見ものだったんですけど、ちょっと取り損ねちゃったんで、それがすごいね、後悔なんですけどね。このゲーム結構ストーリーに力入れてるゲームなんで、でね、ラブロマンス的なところもね、結構ね、見どころではあるんですよね。クリスマスのね、ちょうど今の時期に見ると微妙になんか切ないと言いますか。ところがあるんですけどね。でこのレースはね、もう全部の、順位のフィギュアを獲得したんで、ぶっちゃけどうでもいいですね。あとは流しプレイと言いますか、適当に、こなすだけですね。どの順位でもいいですね、多分もうどうでもいいんで。いや、本当に PS4 のね、録画実況ね、マジ事故る、本当に。これ絶対俺だけじゃないと思うんだよね、録画事故るやつ。PS4 の録画実況するには、シェアボタンを2回連続で押さないといけないんですよ。でそこでミスって、最初2回押して、録画始まるんですよね。で終わるときに、もう、その録画2回、じゃシェアボタンを2回押さないといけないんですけど、そこで、ミスって1回だけしか押さないと、ほら
メニュー画面が出てきて、でメニュー画面いっちゃうとなんか知んねえけど録画が全部消える。それまで撮ってただから、メニュー画面開いた後にもう一回そのシェアボタンを2回押しても録画保存されないんですよっていう超絶鬼畜今日もよろしくな仕様なんですよね。今日は荷物の入れ替えをやってくれないか。ああまずここにある荷物の入れ替え、荷物を第8倉庫へ運んでくれ。そこで荷物を下ろしたら今度は第8倉庫にある荷物を運ぶ。行き先は18番倉庫だ。場所は知ってるな。まず第8倉庫に荷物を置いて、それから18番倉庫へ。今度入れ替えをすんのかよ。よっ間違わないように気をつけるんだぞ。やっぱやっぱノルマはマップに書いてある。分かったよ。ノルマあんのかよ。意味ないと思うんだけどな。これノルマ達成しなかったらもしかしたら下がるのかな給料もしかしたら下がるかもしれない。ノルマ10個めっちゃあるやん。ややこしいややこしい。最初18番倉庫に行けばいいのかな確か。ん？あ違う、あそこがいいのか。え違う、ん？待って待って、じゃあ8番倉庫に行けばいいのか。ややこしいなんか難しくなってきたなバイトも。8番倉庫はここか。今度これを運べばいいのかな。これはどこだっけ。8番倉庫のやつを18番倉庫か。でも一回荷物を取りに行けばいいのか。ノルマってのはさ、これ2つの倉庫で同時に何だろう加算されてんのかな、それとも2つ入れ替えをやってワンセットで1個扱いかな。いやそんなことないよねさすがに。18番倉庫に置いたものは1個として数えられるし、8番倉庫に置いたものは1個として数えられるよねさすがに
ノルマ10個前まで ずっと8個だったのに急に増えてきたな。まあ余裕だけど、なんかもう基本的にこのバイトは8番倉庫と18番倉庫以外の倉庫は ほぼ行かないよね。今まで9番とかさ4番とかそういう倉庫は全然行ってないよね。ギリギリ間に合わなかったな。あと5秒ぐらい早かったら間に合ったと思うけど。兄貴、お、イベントや。いや、舞ちゃん、ゴロ。舞ちゃん、俺、肩着になるつもりなんすよ。真面目に働いて、こいつと結婚サインス。結婚って、まだ高一だろ。両人知らないの？女の子は16で結婚できるの？両人。でも、ゴロなんかと。だってゴロちゃん、頭が悪いけど、ハートはすっごくいいんだ。でも五郎だぞ。じゃあ兄貴、五郎だぞ。この辺で。じゃあね。あ、高校人生なんかよ。クソガキじゃねえか。ちょうどでもいいこと。クソどうでもいいことメモしたな。あ、そうそう、なんかね、流札がなんちゃらかんちゃって言ってたんだ。で、流札ってのはなんかマッドエンジェスと。まあ、中国の組織多分 CU もんかな、なんか
取引らしくて、それがなんか近々行われるっていう風に言われてて、でその情報をなんかトニーとスミスっていうなんか2人の外国人がいるらしくて、まあ、そいつらを探すところですね今で。多分そいつらが食堂にいるらしいんで、まあ、食堂のあたりにいるらしいんで、食堂のあたりに行ってみたいと思います。多分ねイベント起こると思う。いねえしいねえじゃねえか。いるんとちゃうんかいな。食堂のあたりに中入ってみるか。じゃあ、おう、葉月です。ああ、もう仕事は。ええ、そうかそうか。もごああ親方こんなとこで一人飯かよ。すいません。はい、おばさん。どうしたの？お金のことならある時払いの催促な。いや、そう、おばさん仕事ここじゃ。おばさんなんか食べてく。いや、今キッチンなくね？キッチン調理台そこ？そこだけ？なに？もしかして。いや悪い、今ちょ、また今度。はあはあ、トニーとスミスいねえし。よ、運転港はちょっと何ですか。流札、流札、マッドエンジェルなんかの心当たり。そうですか。やっぱいねえよな、ここにも。トム、はい、ちょっと流札って。流札、マッドエンジェルスの流札がいさあ。そうか。マーク、リョウ、ビッグニュース。え？トニーとスミスが本当か？多分。わかった。Be careful。ああ。No problem。俺より流札の簡単には奴らにとって。あいつらに直接。そうかもしれん。わかってる。リョウ。マーク、Be careful。慎重に。いや、トニーとスミスどこやねん。どうも。だいぶ、はい。葉月くんを決めてないで。そう。じゃあ、また。トムとジリーどこにいんねん。トニーとスミス、こいつらじゃねえの？ちゃうの？すいません、今、私今、ごめんなさい。すいません、今、ごめんなさい。今、私なんか仲間増えてるし、こいつら。すいません、すいません、ごめんなさい。今、ごめんなさい。すいません、どうしたですか？取引がいつは。何？ちょっと、私、すいません。
取引が必要ありますか何の取引だよ。はい、最近ああ待って、ま、取引の分かりました。ああもう一人だけになっちゃったよ、弁当食ってやつ。すいませんすいません、私あのあマッドエンジェル知ってるや。あの、あ、すいません。ん？取引のこれって、ええ、そうですか。さっき怪しい連本当ですか。ああ、そうですか。救急所の前あたりにいるんだよな、何回言っても。村上、なんだ葉月。マッドエンジェルスの取引があるらしいんだが、いつなのか知らないか。取引？見慣れない外人が動く。そうか、見慣れない外人。仕事に戻るか。まず第8倉庫に荷物を置いて、それから18番倉庫へ行くんだな。でもなんか割となんかもうあとちょっとの気がしなくもないね、荷物の数的に。ここで10個かな、多分。4個
2つ全部ワンじゃね割と全部割れそうな感じあるけど、時間まあまああるしね、まだ。一つ、こっちは早いな。お、イベントや。来るか、トニーとシビス、スミス。来そうだね。いたーって、お前らかい、トニーとスミスって。あいつら。せっかくいい調子で来てたのにな。こいつら何、マークの知り合いなのか。それ持って近づくんかい。仕事中や、仕事中。流札を知ってるな。な、何のことだ。とぼけるな。そんなもの知らないね。へ、あ、おい待て。仕事中や。仕事中や。おお。どんなジャンプ？ Hey Bob, help! I'll take care of him. I'll take care of him.ぶっ倒した。あー、こっちないな。あ、大丈夫だった。Use that ladder. Okay. Use that ladder. Okay. 逃げた。追いついた。流殺の日はいつだ。知らない。知らない。腕をへし折られたいのか。ストップ。嘘じゃないよ。メッツ・エンジェルスのボスしか知らないね。メッツ・エンジェルス。ボスは誰だ。テリーだ。テリー。テリー。テリーが喋ったこと誰のテリーって。ドラクエかな。テリーと殺されるプリーズ。そいつはどこにいる。知らない。テリーは用心深いよ。テリーって誰だっけ。いる場所はわからない。テリーのワンダーランド。ナウローディング。ご苦労さん。終わっちゃったー。全部行きそうだったのにな。まあ、いっか。ありがとうございます。ああ、ちょっと。え、さっきあんたに客が来たよ。客？ああ、背広を着た若い男でな。じゃん。あんたにこれを渡してくれって。なんだなんだ。お金かな。どうも。手紙？ん？写真？マッドエンジェルスがお前を狙っている。注意しろ。起床か。そうか、流札のこと。陳大臣なら何か知ってるか。陳大臣。あ、いたし。普通にいるし。陳大臣。陳大臣、流札の日、乱帝は来るのですか。なぜお前が流札のことを。マッドエンジェルスを締め上げて聞いた。で、乱帝は来るのか。乱帝は流札とは関係ない。あ、関係ないんだ。奴らと取引するのは私有門の下部組織だ。下部組織があるのかよ、私有門の。さらに乱帝を沖の母船まで運ぶ手配をしている。奴は大幹部の乱帝を案内して私有門に有利に取り入るつもりだ。あなた方が
流殺を阻止しようとしていることをテリーたちはすでに掴んでいる。我々が扱うには主に高価な書画、骨董や宝石類だが、書画やっぱり輸入関係で仕事やってんのかこいつら。薬に手を染めている。今度の大掛かりなにはそれだ。奴らをのさばらせておけば俺たちのマーケットは壊滅だ。マーケット、我らのルートを荒らされれば中国の仲間にも迷惑がかかる。さあもう分かっただろう。巻き込まれないうちに帰れ。そうはいかないとか。君のような若者には手に負えんことだ。流殺の日を教えてください。それは言えない。だが時期を待て。私の忠告に従えば悪いようにはしない。父さん、仮にも修玄達が私を頼ると手紙を残した息子なんだね。修玄達の息子だ。今日はこのまま帰りたまえ。わかりました。ひとまず引き上げます。君が無駄に命を落とすことをお父上は望んではおるまい。師匠って何歳なんだろうな。五郎と舞ちゃんが結婚するらしいの下にテリーという男をさ探し出す必要があるって全然関係ねえこれ上下の文脈全然関係ねえハニーさん。はい。ハニーさん、お腹コーヒーでも。すいません、コーヒーでも飲んでく。ヘイ、どうだい。 Very fine。 いや、何をしてらいいのかな。帰ればいいんかな。家に帰ればいいんかな。ちょっとなんかやることあるかな。おじいさん、今はまた。おじいさん、ちょっといいかな。悪い、ロードワークの途中なんだロードワーク。まあ、いや帰れるかどうか見てみよう。帰れたらそのまま帰っちゃおう。帰れるかな。あ、帰れた、珍しい。じゃあ帰るかじゃあ帰ります。今日は多分土曜日かな。だから10分に来るはず。お、来た来た。たまには地元の方で町の人たちに話しかけたいよね。もう最近ずーっと港の方にばっかり来たからな。とりあえず原崎ちゃんにちょっと挨拶しに行きたいね。昨日あんなことがあったから。田島。何？あの、聞いて、この頃聞いてもし、なんかどうって。もう中村。何？何してた？ちょっとね、もうすぐ。そうか、そうだね。だから小さい子す。ああ、じゃあな。うん、ほぼ出たよ。プラジーさん懐かしいな。大丈夫ですか？リーガーブ、リーガーブ本当に大丈夫ですか？リーガーブだって本当に大丈夫ですかこれな、何回見ても和んでしまうわ。あれ、公園に誰もいない。珍しいな。栗田さん。ああ、あの、悪いけどゆり子ちゃんと俺も一方で。あんた、いや、どうも。
もう7時前にもう閉まってんだね、シャッター。あれ原崎ちゃんがいない。すいません。おや、あの、リオです。ああ、のぞみ。そうですか。さあ夜になりましたよっと。のぞみちゃんがいないけどどこにいんのかな。まだ公園にいんのかな。ああ、違う、トムのトラックはもう戻ってきてるよ、あそこから。すいません。いやー、いらっしゃい。忙しいです。いやー、思ったほど独立し、頑張ってください。忙しいですか、ちょっと皮肉っぽいよね。悪いが、あ、占いはやっぱ12時までやってんだね、夜の。それはありがたいわ。困ったら行けばいいね、ラピスに。さあ桜ヶ丘公園に行けばのぞみちゃんはいるだろうか。かやこちゃん。あ、りょう兄ちゃん。かやこちゃん、かやこちゃん。なに。兄さんたち知らな。じゃあバイバイ、りょう兄。兄さん、かやこちゃんにはお兄ちゃんがいるのか。いねえな、のぞみちゃん。ここで練習できそうだな。練習してみるか。よし、やるか。やべ、間違えた。なんか押しちゃった。いや、もうこれだけ飛び越えられそうだよな。こんなとこか。こう適当に技やって、こう熟練度上げないといけないんですよね。さあ神社にも寄っていこうかな。やっぱいないな、耳。どーこ行っちゃったんだろう。独立したんかな、耳。いねえ。めぐみちゃんももちろんいねえ。最近もうずーっとイネさんとも福さんとも話してないんだけど、兄さんのお小遣いどうなったんだろうな。もらってんのかすげえ溜まってそうだよね。マジ一言も会話してねえよ、イネさんも福さんも。イネさん、あ、いた、イネさん。リオさん、なるべく、めっちゃ久しぶりのイネさん。それじゃあ、はい。めっちゃ久しぶりの福さん。りょうさん、心に負けこの相手。ああ、まあいいや、とりあえず今回はキーがいいので、ここまでにしたいと思いますね。これね、セーブしてからね、僕ね、録画の
なんだ完了させてるんで、でね、で昨日ね、まあ、昨日っていうかまあ、 あのゲームの世界において昨日、ね、このセーブして、はいじゃあ終わりにしますって言ってそのシェアボタンを2回押そうとしたらちょっと寒さで手がかじかんで、あとさこうシェアボタンさすげえ押しづれえじゃん、この PS4 のさコントローラーのさオプションボタンとシェアボタンすげえ押しづれえじゃん、これなんか独特な形してんの、この2回連続で押して初めてあの完了されるんですよね、録画で。それミスって1回しか押せなくて、なんかね録画メニューみたいなの出てくるんですよ。録画メニューできちゃうとそれまで継続して撮っていたのが全部なぜか消えてやり直しになるんですよ、録画保存されなくてっていう、なんかすげえなんか意地悪な仕様があって、であえなく録画消えちゃいましたね。でセーブした後に、ミスったんで、まあ、どうしようもなかったんでね、今日は、1日置いて、録画しましたね。いやーこれほんとね僕、まあ、言うてこれ僕これが今回初めてじゃなくてね、今までもね過去に何度もあったんですよね、5回ぐらいあったかな累計、うん、初見実況でやろうとしてそれミスって初見じゃなくなっちゃったっていうパターンも結構あったんですよねまあいいや、とりあえず今回は気がいいんで、ここにしてても、まあ、なるべくね、気をつけるようにしたいですね。という感じでご視聴ありがとうございました。